どうもゆんなです。見えますか？ですね、今はジェネオンさんに来てるんですけれども、この間音声のブログのバージョンが好評で、もうなんか皆さんの応援にね応えてやろうと思って生意気だなそれで動画バージョンを撮ろうと思いました。皆さんぜひよろしくお願いします。今はジェネオンさんで映画のプロモーションのインタビューをさせていただいているところなんですけれども、はい、皆さんちょっと映してやろうと思いますぜひ、よろしくお願いしますまずはですね、映画関係の上村さんですけれども、どうも、はい、今度の日曜日にという映画ですごいお世話になったんですよね。はい、お世話しましたそうです、お世話になりました。ゆんなには大変お世話になりました。いや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 、本当にお世話になった方なので、皆さん覚えててください、上村さんです。映りすぎだろみたいな映さないでよ、じゃあ。それではですね、皆さんがすごい会いたがってる二人がいるでしょ。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、MA さん登場。はじめまして。MA さん、 MA です。何ですか、今日はアメリカしてきましたか？はい、はい、恥ずかしいね、なんかね。そうですよね、恥ずかしいでしょ。私も今どうすればいいか分かんないですけど、KT さんを呼びましょうか。 KT さん、はい、 KT さん登場。ハーフで、じゃあ KT さんハーフバージョンでこれお願いします。KT さんです。KT さん、そして MA さん、2009年、はい、うん、いろいろユンナ日本でやっていこうと思うんですけれども、はい、ぜひよろしくお願いします。あとスタッフのブログの方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。映画もよろしく。恥ずかしがってる、恥ずかしがってる。それでは楽屋に戻ります。まあ、映画も公開するし新曲も配信ということで、皆さんぜひよろしくお願いいたします。私は見えないところで頑張ってますので、もうそろそろ記事なりインタビューなりいろいろ載ると思いますのでね、よろしくお願いします。それではまた。っていうか、またけし方わかんねー